皆さんこんにちは。ここに書いてあるように、なぜ担当免許を取ったのになかなか論文受からないのかってことですよね。でこの一方でパッと受かる方もいらっしゃるわけでしょ。担当を通ってその年に受かってしまって、中には1年でって方もいらっしゃるわけね。なぜでしょうかね。絶対こっちの方の方ができるに決まってるんだけどダメなわけでしょ。でこれって多分担当知識が低下しちゃってるんでしょうね。おそらく1回免除になった、その年に受かればよかったんだけどダメだったって話になると、多分全然これ勉強してないんでしょうね、担当知識が。そうなるとどうなるかって言ってるんだよね。まずは問題文が読めないんでしょうね。見て何書いてあるかって言ってるんだよね。でどう答えていったらいいかっていうところも間違えるんでしょう。で今回答間違えちゃうと多分ダメだからね、ここは。ただこれ担当ちゃんとやってるんだったら多分間違えることないと思うんですよ。でそういう観点では講座を取るかどうかは別としてね、少なくてもアドバンスは見てもらいたい。でただやり方ってことがあるわけですよ。一応ね、論文でやるっていう前提でありますので、担当アドバンスっていうのはブログにも書いたように理由付けは極めて短いんだね。この短い理由付けについてちゃんと論文的に書いてもらいたいんですよ。こういう訓練やると結構勉強に実はなるので、でやらないっていうと絶対そうなってしまうと決まってるわけですよ。で免除切れてしまってまたってなるんでしょ。でこれは長期受験生が一番特徴になりますよ。こうなってはいけないんですね。できたらそうなってもらいたくない。本来から言うならばこういう方を集めて特実一生ところから見た条約について本当は講義をやってみたいんですよ。やってみたいんだけど、会社の人は多分ダメなんでしょうね。だけどやることによって本当は変わるかなと思います。だけどね、できなかったら少なくったってアドバンスってありますよね。まあ、これをまず見てみるわけです。見てみて、なんだかな、問題解くんじゃなくてまず見てみて繰り返してみるんですね。繰り返してみて短い理由付けについてはちゃんと論文チックに答えるってやってみたい、見てみてください。そうすれば多分これ落とすことないと思うんだよね。でこれは多分できないから失敗するんでしょう。ぜひね、そうならないように気をつけてもらいたいと思っております。